6本目は高知戦です。高知戦は、まあ、戦争映画なんですけど、どこが思い出に残ってるかというと、高知戦の時に音響をシネマートの音響を良くしたんです。すごく改善したんですね。そしたら今まで聞こえなかった銃声とかがもう横とか後ろからピュンピュンピュンってこう聞こえて、こう戦闘機が後ろから前にブーンって飛んでいくのとかが今まで味わえなかったほどすごいリアルに聞こえるようになって、まあ、今もよくお客様に音響がいいもんねって褒めてもらうこと多いですけど、すごくそれが実感できた映画でした。内容ももちろん素晴らしいんですけど、音はいいよシネマートっていう風に自負しています。はい。で、7本目はザ・ウィッチ魔女です。ザ・ウィッチ魔女は、ノムコレの中の作品なんですけど、で上映したんですけど、ノムコレ2、ノムコレが始まって2回目、年に1回ノムコレっていう野村さんが企画する映画祭をシネマートでやってるんですけど、その映画祭の2回目に上映した韓国映画の大ヒット作です。はい。劇場未公開作品でノムコレで初めて、上映したんですけど、大ヒット、もう延長に次ぐ延長で満席になったりとか、もうすごいヒットした映画です。今ね、イテウォンクラスをお家でご覧になってる、ドラマをねご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけど、イテウォンクラスのパクセロイの右腕の演じてるあの子です、キムダミちゃんが主人公。すごいね、最初はものすごいほのぼのしてるのに途中からめちゃめちゃ殺伐としてくる映画なんですけど、その演じ分けがもう素晴らしいです。ぜひぜひこちらも見てください。はい。8本目はサニーです。サニー、日本でもリメイクされましたね。広瀬すずさん主演でリメイクされましたけど、サニーは本当に老若男女誰が見てもすごく何かしら心に残る映画だと思います。ね、その当時お客様、男性のお客様から僕はもう今日で6回目ですと告白されたことがありますね。何にもリピーターを生んだ韓国映画の名作だと思います。はい。次、9本目、こちらは韓国映画ではないんですけれど、恋するシェフの最強レシピです。恋するシェフの最強レシピ、私大好きなんですけど、この映画が、金城武史と今話題のチョー・ドンユイさんが主演です。チョー・ドンユイさん、どなたかと申しますと、アカデミー賞、今年のアカデミー賞にノミネートされている少年の君という作品に出ている、主演している方になりますね。で、シネマートでは恋するシェフの最強レシピ以外にシチリアの恋にも出演されてました。すごく印象に残る演技の人なんですよ。で、恋するシェフの最強レシピも週替わりでご来場者プレゼント、違った柄のご来場者プレゼントがあって、コンプリートしましたっていう方何人もいらっしゃいました。すごい楽しい気持ちで見れて、最後もほっこりするいい映画です。ぜひ見てみてください。はい。で、残り1本、10本目です。これもう何回も言ってるからもうあれなんですけど、ハローゴーストです。ハローゴーストはすごい私大好きな映画なんですけど、
そうですね、最初前半部分が割とベタベタなコメディなので、これずっと続くんだったらちょっとしんどいなって思った瞬間ね、途中からキュッてこうめちゃめちゃ泣ける映画に転換します。ぜひ見てください。そのねきっかけとなるのがキンパなんですけど、キンパっていう韓国の巻き寿司なんですけど、それがセリが入ってる。セリは韓国語でミナリ、ミナリは今年のアカデミー賞にノミネートされてる映画のタイトルでもあります。ミナリね、それをね確認するためにも皆さんぜひぜひ本当にキンパでミナリって言ってるかを確認するためにもお家でシネマートで確認してみてください。といった感じの10本になります。15周年、本当にあっという間でした。もう私の体感的には5年ぐらいでもう15周年が来てしまいましたね。これからも皆さん、もちろんお家でシネマートで映画見ていただくのももちろんですが、シネマート心斎橋にもぜひ足をお運びください。お待ちしています。皆様こんにちは。今日はお家でシネマートの視聴方法についてご説明します。まず、パソコンの方と iPhone やタブレット、スマートフォンなどで見る場合の、違いについて言いますね。パソコンの方はいいんですけど、タブレットやスマートフォンで見る方はまずアプリストアからミレールというアプリをダウンロードしてください。ミレールとカタカナで検索してもらったらミレールのアプリが出てきますので、入手とやってもらって、まずはご自身のその視聴されるものにミレールのアプリを入れてください。で、その後おうちでシネマートのホームページを開けてみてください。そうしましたらおうちでシネマートの作品がバーッと並んでるところがありますので、お好きな作品を選んでください。選んでもらうとミレールの画面に飛びますので、そちらで、簡単な会員登録などをしてから、視聴していただくという形になります。はい、できましたでしょうか。まずはスマートフォン、タブレットの方はアプリストアでミレールを入れてから、その後はパソコンの方も一緒ですが、おうちでシネマートのページからお好きな映画を選んでいただいて、で選んでいただくとミレールにまた飛びますので、そちらの方で会員登録をしてから、お支払いの方法など入れてもらってからご視聴いただく形となります。わからないことがあればおうちでシネマートのツイッターの方にご質問ください。